はい、この眉間のところにあるこのくぼみですね。このくぼみ、このくぼみに密着ができませんので、ある程度、はい、上からですね下の方に向かって行うときに鼻が潰れやすい状態になりますので、上から下にこう下ろすときには、ご紹介していきます。このチャンネルではですね、フェイシャルテクニックだけではなくてカウンセリング、分配リピートの作り方などもですね、たくさんお伝えしていきますので、ぜひサロン運営をされている方には見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは一つ目のテクニックになります。左右の手、指3指を使っていきます。まあ、この指の腹を使ってですね、指の腹を使って鼻を優しく軽察で気持ち引き上げるようなテクニックになります。はい、こんな感じですね。はい、ポイントですけれども、はい、指がピンと張った状態、こんな緊張している状態でやってしまうと、はい、この眉間のところにあるこのくぼみですね、このくぼみ、このくぼみに密着ができませんので、ある程度指はリラックスした状態で行うと、そうすると指先がですね密着、全部密着できた状態になってきます。はい、そしてこれをリズムよく優しく行っていきます。はい、では2つ目のテクニックです。これは圧迫になります。はい、まあ、小鼻の横ですね、ここをですね中指1本で押さえます。でそのまま優しくぐーっと圧をかけてプッシュします。そしたら戻す、これを繰り返していきます。はい、1,2,3 ぐらいのリズムでプッシュをしてみてください。1,2,3 っていうような感じのリズムになります。で、まあ、注意ですけれども、圧迫するときにですね、上からグーッと下に下ろすようにしてしまうとですね、顔が引き下げられているような印象になってしまいますので、注意してください。あくまでも真上からグーッとしっかり圧迫していく、1,2,3、決して下げないようにしてください。1,2,3というような感じのリズムになります。それでは3つ目のテクニックです。これはですね、左右の中指両方使ってですね、鼻筋を優しく軽察していきます。はい、往復するようなテクニックになります。はい、ではですね、少しリズムよくこんな感じで行って、一旦目頭で止めます。一旦目頭で止めたら、そのまままた中指2本で鼻筋を上下に軽察をしていきます。そしてまた目頭で止めます。これを繰り返すようなテクニックになっていきます。注意点なんですけれども、はい、上からですね下の方に向かって行うときに、この鼻が潰れやすい状態になりますので、上から下にこう下ろすときには、とにかく優しく行うようにしてみてください。触れる程度ですね。はい、で気持ち引き上げるときはだけ圧が入っているような状態です。優しく、そして少し引くような感じ。はい、こんな感じですね。はい、以上になります。
かがでしたでしょうか。今回は花のテクニック初級編3つご紹介いたしました。このテクニックはですね、普段のフェイシャルテクニックでたくさん使うっていう話ではないんですけれども、丁寧にですね、随所随所に入れていただくことで非常にリラックス効果もありますので、ぜひね、活用していただきたいと思います。そしてこの動画、今回ですね、良かったなというふうにね、思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。それからこれからですね、またいろんなテクニックもどん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 アップしていきますので、ぜひですね、チャンネル登録をお忘れなくよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。